北海道駒ヶ岳。北海道駒ヶ岳は、北海道森町、鹿部町、七江町にまたがる、標高線1 3 1メートルの活火山、清掃火山である。都東国、大島半島のランドマークとなっている。江戸駒ヶ岳、大島駒ヶ岳とも呼ばれる。江戸時代の旧称は内浦岳。富士山形の防水場の山陽から、谷元丹が描いた絵画が、大島富士と呼ばれ。 強度富士となっている。北海道を関するのは全国に多数存在する、同名の山と区別するためであり、地元、北海道では単に、駒ヶ岳と呼ばれる。山頂部には、直径、約2キロメートルの河口原があり、西の県が峰、北の砂原岳南の馬の瀬、墨田製で囲まれるほか、山腹は、火山噴出物で覆われる、地形輪廻の現地形。 初期段階を見せる。山頂直下からガリ新食が始まり、一部で深い部位時刻を形成し始める途上にある。山麓には、関留湖である大沼、小沼などの故障や湿地など豊かな自然環境が形成され、一帯は1958年、昭和33年7月1日に、大沼国定公園に指定された。山麓一帯は、函館港の開港後の明治時代から、 リゾート地として親しまれていて、小松宮と有栖川の宮の皇族や、ドイツやイタリアのスメラが訪問している。明治十四年には、皇太子時代の大正天皇が大沼を訪問することにより、一層この地が有名になった。九百十五年、大正四年には、北海道駒ヶ岳を望む大沼の風景が新日本、三景に遷された。 七重町の大沼方面から見ると、横に長く、なだらかで優美な女性的印象を与えるが、森町方面や鹿部方面から見ると一変し、荒々しい山肌と傾斜が目につく男性的な、激しい姿を見せる。大沼方面から見た山陽が、馬がいなないている姿に似ていることが、三名の由来であると言われている。地質は安山岩質であるが、 軽石などの火山採設物を大量に噴出する特徴があり、山体の周辺に厚く堆積している。噴火活動自体は3から4万年前から断続的に行われてきたと考えられている。正確な活動開始年代は明らかになっておらず、約3万年前とする説と約10万年前とする説がある。山体が形成された4万年前以降3回の 噴火活動期があり、人間の活動に影響を与える噴火は、約6000年前に高火火災物と火災流を伴う活動をし、約5500年前に高火火災物の活動の痕跡があったが、以降は、江戸時代まで約5000年間は活動を休止していた。1980年、昭和55年10月に、周辺の森町、旧沢原町、鹿部町、 旧南ヶ谷部町、七江町の五町により、駒ヶ岳火山防災会議協議会が設置された。大噴火を起こした際には、過去の活動から、周辺市町村の埋没、対岸への津波の発生など、破局的な被害が想定されている。従って、積極的な監視、防災施設の設置が進められ、気象庁などは、地震計、空震計、GPS、傾斜計、 遠望カメラを設置し、地元自治体とイントラネットで結び24時間の観測体制を取っている。駒ヶ岳火山防災会議協議会により、ハザードマップが作成されている。また、脆弱な火山噴出物が、雨ごとに流出することから、山麓では、砂防工事、地産工事、防衛施設庁の代替工事を含むが進められている。北海道駒ヶ岳は、 気象庁による常時観測火山に指定され、気象庁、北海道大学などによる観測が行われている。裾野の大沼付近は、先駆製樹種である唐松や、江戸松などが繁茂し、良好な景観を保持しているが、山体部分では、20世紀中の度重なる噴火により、肝ト類などの生育は耐えて久しかった。しかし、1990年代以降、徐々に活動が、 沈静化すると、カラマツ、エゾマツ、トドマツ、クロマツなどの先駆樹種が旺盛な生育を見せるようになった。高さ10メートル以下の若い木が多い。山毒から高度を上げていくと七か窓などの寒木帯となり、標高300メートルから上部が森林限界となり、火山の拉致に岩木鏡や白玉の木などの鉱山植物の植生が回復してきている。 オンタデ族のウラジロタデや、柳族のミネヤナギなども見られる。山麓では、水場蝶や、福樹草が見られ、山麓の奈良などの紅葉樹林帯は、北海道の長寿保護区に指定されている。森には、キツツキやシジュウカラカの野鳥やエゾリス、キタキツネ、サンショウウオ、タヌキなどが生息する。昭和初期には、周辺には、炭焼き小屋が多数あった。二0 1年現在、 八軒が墨を専業で作っている。奈良や板屋カエの木で作られた墨は固く、道内などで消費されている。お島半島の内浦湾の南岸に位置する。県が峰と呼ばれる、七重方面から見て、右側に尖った部分の標高線131メートルのこの山の最高点である。八雲側から見て、右側のやや盛り上がった峰部分の沢らだけには、 1896年、明治29年8月に、陸地測量部の立木清彦らが設置した一等三角点、天明、砂原武氏、標高 112M があるが、後輩等により埋没している。アイヌ語の、さらき、鬼目がわらだけの三名の由来である。加工はその二つの峰を挟んだ山の中央部にある。山陸の西側を、大沼回り、 東側を砂原周りの JR 北海道函館本線が通り山頂は駒ヶ岳駅の東北東 6.2km に位置する。東山6には陸上自衛隊の駒ヶ岳演習場がある。日本には同名の駒ヶ岳と呼ばれる名山が多数ある。1860年文久元年にロシアの植物学者のマキシモビッチ カール・ヨハン・マキシモックスとイギリスのブラキストン、トーマス・ライト・ブレイキストンが日本滞在の際に登頂した。1967年、昭和42年に日本百名山の著者である深田久也が日本山岳会の会員らと共に登頂し、県が、峰の手前のされ基地で岩木郷と岩袋の花を確認した。日本二百名山、北海道百名山に選定されている。 噴火活動は、昇降状態を取り戻しているものの、噴火により登山道の大部分が被害を受け、今や登山道の使命をなしていないこと、また、山岳一帯での防災工事のための大型車両が頻繁に走行していること、ワイヤーセンサーなど、観測機器の管理上の問題等から入山禁止状態が続いている。なお、 2007年度から地元の駒ヶ岳火山防災会議協議会事務局が思考的に日程や人数を限定した中で火山勉強会の形式を取りながら集団登山を実施している。2010年6月3日に馬の瀬標高900メートル付近までの入山規制の一部が解除され山頂部の入山規制が継続している。初級者または 中級者向きの三つの登山コースがある。山頂には、県が、峰、砂原岳、墨田製の三つのピークがある。ルート上に、水場や山小屋はない。文化年間に、画家の谷文長が、噴火前の山を描き、日本山岳絵図で、内浦岳として紹介した。多くの歌人が駒ヶ岳を読んでいる。駒ヶ岳には、江戸アイヌと和人、 シャモの関わりを反映した伝説がある。矢越三崎の渡積みの怒りを沈めるために、大立、正樹の愛原木種は、エゾの娘二十の三十人を海に沈め、人心ごくとした。エゾは怒って、放棄。木種は二人の娘を連れて大沼まで逃亡するも、逃げ切れず、1513年、永昇十年七月三日ついに二人の娘は受水。木種は、馬と共に、 小中の小島に上がり、そこで自害した。自害する際、木種は相場に山上に握るよう言い聞かせ、これに従った馬は勢いよく山に登った。そのためこの山を駒ヶ岳と呼び、木種が外した蔵をかけた岩を、蔵掛け岩と呼ぶようになった。依頼木種の命日には、駒ヶ岳から馬の鳴き声がするという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。